たわ。ありがとう、くまたわ、ありがとうございます。びっくりした。なんかやっぱ寝すぎると時間の感覚くる。寝られるかな今日。明日公園だから寝たいんだけど、お昼寝しちゃったから寝れるかわかんなくて。今日は40分まで配信します。そう、明日2回公演だから寝ないと。やっほー、誰かいるよ、こんばんは。ここが痛い。最近急に頭がズキズキすることがある。ってんのかな、肩こりかな。こうさん、ありがとうございます。みずみ大好きだよ、ありがとう。ジロリンさん、ありがとうございます。肩こりかも。ねえ、そうだ、久しぶり残しちゃう。何日ぶり、こんな会わなかったの今まで。なかった、寂しかったよ。え、寂しい、いや、ひどい、寂しかったよ。あ、帰りの飛行機もジュースサービス回ってきた時起きました。起きたよ。ちゃんと今回はリンゴジュースって言えました。見たことないです。え、なんで、なんか申し訳なくて。え、絶対もらうんだけど。大丈夫です。あれ来た瞬間に起きるんだけど。寝たふりします。だってそんな珍しい人がいるのね。おかわり欲しいぐらい飲みたい。めっちゃ美味しくない、あれ。あ、飲んだことないのか、もったいない。リンゴジュースあるんですか。リンゴジュース、スープ、コーヒー。スープ、スープめっちゃ美味しい。スープめっちゃ美味しいよ、絶対飲んでほしい今度。でも私はリンゴジュース派。私はその気配で起きてもらって、急いでもう一気飲みしてまた寝る。でゴミ回収の時に、そう、あのゴミコップを回収してくれるんだけど、その時もすぐに起きて回収して、またすぐもう3秒ぐらいで寝落ち。飛行機のプロ、そうですよ、ジュースもらうプロ。今日の公演でコヒちゃんが萌え台詞言ってたの、絶対見よ。え、帰ってコヒちゃんがいる中で大音量で、大音量で聞こう。コヒちゃんがちょっと布団についてまだ起きてるだろうぐらいの時に大音量で流しちゃおうっと。あ、ジジイありがとう、花火ありがとう。悪い、そういうのが楽しいじゃん。燃えゼリフとか絶対嫌だよね。一番嫌な罰ゲーム、あ、一番じゃないかも、3番目ぐらいに嫌な罰ゲーム。窓開けようかな。窓開けたら外から人の足音聞こえたら窓開けて流そうか。絶対嫌だ。絶対嫌だ。じゃあ私、水島さんのショールーム流します。よいよいよいよ、大丈夫大丈夫、そういうの大丈夫。クイズやったのか。クイズで答えれなかったのね。
リフってまずどっからが萌えゼリフなのかが分かんない。むずくないですか。ミユが全力の萌えゼリフ言ったのはバレンタイン公演の日だね。太い幅が変。みずみ萌えゼリフのイメージないでしょ。ないでしょ、言わないもん。うるちゃんありがとう。あれ映像ないよね。ないよ、ないからいいの。バレンタイン公演の萌えゼリフは素晴らしかったでしょ。1位取ったんだからまあ先輩がめっちゃふざけてたっていうのはあるけどみゆもふざけようと思ったんだけど、あの短時間でふざ考えられるようなまだそのバラエティ力がなかった。パパ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 パ。なんで公園でやんなきゃいけないんで、罰ゲームレベルのことをなんで普通の公園でやんなきゃいけないんですか。私はしませんよ、萌えゼリフなんて。よっぽどのことがない限りしないですからね。そういうタイプじゃないので。ホテちゃんとかはそういうタイプかもしれないけど、私そういうタイプじゃない。びっくりした。ねえ、怖怖怖。のそのそとやってきました。あ、こいちゃん2人いる。鏡に映ってるから。こいちゃん2人いる。映ってますか。うん、映ってるよ。手乗りコーヒーユキの萌えゼリフ。最近聞いたよね。でなんか変な萌えゼリフしてたよね。チロリンさんありがとうございます。下ゆうさんありがとうございます。明日よろしくね。だってもうなんであんなこと言うんですか。あんなこと言わないでよ待ってます。明日なまりが出ないか。で、でもこっち来てから多分自分なまってるって感じてないから大丈夫だと。出るかな、なまり。そう、沖縄行くって話してたの。ハワイって言って、そう、それがユキの萌えゼリフ。天然が出てたね。今日ガチャガチャしたかったのにさ、できなかったな。最近できてなくて。
紅茶がしたい。今出てる、今何が出てんだろう。なんか森永さん、森永さんかな、森永さんじゃないかも、果汁グミとかのあのあれが出てる、ガチャガチャが出ててやりたいんですよね。見つけた方いますか。果汁グミと板チョコ、明治ミルクチョコレート板チョコとかのキーホルダーガチャがやりたい。どこにあるかな、劇場の横にあるかな。プレバッシーに影響された花子ちゃん、花子ちゃんなんてあったんだ。まやちゃんありがとう。ムチでムチムチになって帰ってきた気がする。確かにエリーさん好きそうでもエリーさんって歯か、歯がここの歯って言ってたね。今日は夜ご飯もいいや。お昼食べたの遅かったんだ。明日のお見送りで北海道のお土産もらえますか。もらえません、もらえません、あげませんよ、あげません。足足足、楽しみだな明日の公演。出張公演も前、出張公演か、あれ久しぶり。出張公演、あでも前回もやったっけ。楽しみだ。7月26でしょ、今回8月だもんね。やっぱ久しぶりだ出張公演、楽しみ。しかも2回公演がめっちゃ久しぶりなんです。2回公演久しぶりなんだからめっちゃ楽しみなんですよ。大好き公演、2回公演は楽しいですよ。でも体力配分ちゃんと考えないとね。そう、日曜日も2回公演です。だから4回も2日間でできるのが嬉しい。4公演楽しみ、嬉しい。ゆいち優しくするっていうか、もうもちろんもちろんで、ね、当たり前ですよ。休憩時間、休憩時間でもみんな自由だからな唯一のお菓子ってポテチだよね。唯一が好きなお菓子、片揚げポテト買ってたのは見たことあるけど、片揚げポテトめっちゃ食べた。あと何が好きなんだろう、何でも食べますよね全部ちょうだいって言うから。じゃあ何でもいいか全部ちょうだい、かわいいな赤ちゃん。ゆいちゃんグミが好きらしい。グミはねみんな好きだよね、すぐ食べられるもんね。じゃあ私もグミが好きだから自分の分も買っちゃおう。
みずみんのメガネも見たくなってしまった。見に来てください、みずみんのメガネ。夏休みの宿題が終わってないって話手伝ってあげてください。無理だね、みゆが手伝うことはできないね。うん、無理です、無理です。中学生でしょ、覚えてない覚えてない。国語ならいいけど数学とかは無理。メガネコールしちゃうぞ、してね。38分だよ。あ、ありがとうございます。ライブランキングを見ます。皆さん明日楽しみに待ってます。来られない方も、うんと配信オンデマンドとか VR で見てください。ライブランキング読もうかな、いきます。15位オサさん、ありがとうございます。14位クリンピーさん、ありがとうございます。13位オヤちゃん、ありがとうございます。12位ナラナラさん、ありがとうございます。お、変わった、待って。15位ナラナラさん、ありがとうございます。14位キラキラ星さん、ありがとうございます。13位モンタさん、ありがとうございます。12位ミンミン、ありがとうございます。11位ミナパマさん、ありがとうございます。10位サトシックスさん、ありがとうございます。9位マヤちゃん、ありがとうございます。8位ジロリンさん、ありがとうございます。7位クリンピーさん、ありがとうございます。6位コウさん、ありがとうございます。5位コモチンさん、ありがとうございます。4位下ゆうさん、ありがとうございます。3位ウルちゃん、ありがとうございます。2位ジジエ、ありがとうございます。そして1位はジュンさん、クマ花火タワー、ありがとうございました。コイちゃんも拍手してくれてる。ということで皆さん明日もよろしくお願いします。お願いします。ではしたっけ、おやすみずみ、せーの。あ、どうしようかな、ちょっと待って、はい。ではおやすみすみ、バイバーイ。お疲れ様でした、今日も一日。また明日、バイバーイ。40分になったので切ります。